みんな大変なことが起こった。ブラザー、そんな真剣な顔でどうしたんだ。十四松がどこにもいないんだ。え、十四松兄さんが？それ少し、いやかなりまずいんじゃ。俺たちの中でも一番強い力を持ってるからね。もし力が暴走なんてことになったら、この悪魔界だってどうなるか分かんないよ。そういえば最近人間界に興味を持ってた気が。おいおい、冗談じゃないって。あいつが気まぐれに人間界に行ったらマジで滅亡するんじゃ。大変なことになる前に僕たちが連れ戻すしかないんじゃない？まだ人間界が残ってればの話だよね、それ。一松兄さん、怖いこと言わないでよ。よし、とりあえず人間界に行くぞ。十四松、十四松、どこにいるんだ。この広い人間界で見つけ出すって至難の技だろう。あ、いたよ。あ、意外と狭かったんだな、人間界。おいおい、なんか武器持ってんぞ。あれ、棍棒かなんかか。まさか人間たちを撲殺？あはははははは。十四松、早まったことはするんじゃない。